こんにちは、くーたろうです。佐久市のゴールデンウィークの大イベント佐久バルーンフェスティバルに行ってきました。コロナ明けということで4年ぶりに開催されたそうです。それでこの時運転してた時間が朝の4時半過ぎといったところでしょうか。私このイベントは初めてのことで何が何だかさっぱりわからない状況で、とりあえず熱気球が出発飛行するのが6時過ぎとなっておりましたので、その時間に合わせて向かっているところです。佐久バルーンフェスティバルはいろんな催し物があるんですけど、やはり見たいのはね、気球の飛行なんですよね。で、私のように行ったことのない方、行ったことあるんだけど朝のイベント飛行の時間帯をまだ鑑賞したことのない方はね、きっとね参考になるかと思いますので、最後までご覧になっていただきたいと思います。飛行する時間までまだ時間があったので、とりあえず小諸インターで降りて下で向かっているところです。時刻は朝の5時20分ぐらいでしょうか。で、佐久バルーンフェスティバルとは一体どんなイベントなのか、ちょっとここでね簡単に説明したいと思います。まあ私はね朝の時間帯しか行ってないので、それほど詳しいことが言えませんけど、私が感じたことを思ったことをねそのまま伝えていきたいと思っております。まず皆さんご存知の通り、熱気球が佐久市の上空を飛び交います。で、私恥ずかしながら知らなかったんですけど、実はねこれ競技だったんですよね。で、じゃあ時間を競ってんのかなと思ったら、またそれも違くて、まあ大まかに言うとゴール地点のそのターゲットっていうんですけど、ターゲットにどれだけ近く、正確に止まれるか、それをね競ってるみたいなんですよね。ですからただ闇雲に飛んでるわけではなく、その時の気候、まあ風ですかね、それからまあ操縦者のテクニックですよね、そういった点が勝敗を左右するそうです。で、競技飛行は開催日の5月3日から5月5日までの朝の6時から、それと5月3日5月4日の午後3時から。私は初日の朝に行ったんですけど、一番最初に1体が飛んだのが6時半ぐらいだったかな。で、やはりね皆さんそれに合わせて来るんですけど、ちょっとね私も余裕持たせて行ったつもりではあったんですけど、完全に見誤ってました。今皆さんご覧になりましたか？今私黄色の点滅だったのにね、前の車が確認もせずに割り込んできたんですよ。しかもこれなんか怪しいですよねまあこの日は事故なく無事に終えたんですけど、やはりね早起きしてるし、楽しみにしていた大会、これでねもし事故なんかに巻き込まれてしまうと、私だけじゃなくて相手もね時間に間に合わなかったり、イベントをね楽しむことができなかったりするわけなので、まあ皆さんもね事故には十二分に気をつけてくださいね。で、あとイベントというのは大まかに言うと5月4日の夜に打ち上がる花火大会、会場内にステージがあるんですけど、そこで行われるイベント、熱気球のバスケットの中に入る乗車体験、あと佐久市内を演習するオープンバスの乗車、その辺は細かく説明しませんけど、もしね気になった方いらっしゃいましたら公式のホームページにて確認してみてください。お、書いてあるよ、バルーンフェスタって。ここまで順調に来たんですが、青信号になっても前に進む気配はありません。完全に見誤っていたっていうのはこういったことだったんです。私の中では皆さん昼間来るんじゃないかなっていう読みがあったんですけど、さすが佐久市が大々的に宣伝するだけのことはあるなと思いました。ちなみにこの映像は6倍速で再生しているものです。会場からそうですね、だいたい1キロといったところでしょうか。私の時間帯に行った時は1キロぐらいの渋滞でした。まあ見誤ったとはいえ時間には間に合ったので良かったです。あ、ケンシロウ、いや良かった、でも間に合って良かった。会場はこちらですね、佐久市の千曲川スポーツ交流広場というところでやっておりました。駐車場は1000台止められて協力金1000円払うことになっております。
止められない場合は佐久市が指定する駐車場に停めて、そこからシャトルバスで向かいます。こちらがメイン会場となります。今映ってるのがイベント会場です。チームソライド、関島大地パイロット、天ナビ虹パイロット、白雪姫、25番、19番、20番、チームバルーンが。イベント会場の隣に競技会場があります。早いものでもこんなにも多くのお客さんがいました。もっと早く来てたらね、いい場所で見れたんですけど、まあ致し方ないですね。さすが佐久地方でね、朝は冷え込みます。私もダウンジャケットを着て見ておりました。競技者はバンに乗ってやってきます。バンの中には気球が入っております。そうなんだ、すごいね。そういうことだね。それぞれ印があるんですけど、そこの印に気球を作ってそこから飛ばします。エントリーナンバー29番の方が一番近くにいたので、ずっと見守り応援しておりました。調べたらね、北海道の方だったらしいですね。すごいですよね、全国からこうやって佐久市に集まるんですもんね。さあ、ランチサイトには今赤いフラッグが掲げられています。あとは飛行機の、ね、止まると一緒、まだ離陸してはいけませんよ。はい、始めても開催に少し前に触れていますが、実は
すごいな。あ、あれ上がるぞ。カジノ怖い。あ、ヤクルト。さまざまなブースのテントがありますので食も楽しめます。バルーンフェスティバルの様子いかがだったでしょうか。語彙力がないので何と表現していいかわからないんですよね。感動しました。この一言だけではね絶対言い表せないくらい心にいつまでもジーンと響くような余韻に浸る時間が長いというか、
これまでねこういった感情を抱くことがなかったので本当に来てよかったなと心から思いました。もっと早く出せればよかったんですけど、明日がね最終日となってしまいました。明日行こうと思っている方、もしくはね来年行ってみたいなと思った方はおすすめですので、ぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。